よっしゃ、北海道行くか。カバンがね、なんていうの、荷物とかを運んだりするときに、バイクの後ろにね、つけるカバンが欲しくて、まあちょっとそれを見に行って、でまあ今ちょっとテスト走行みたいな感じで、ていうかお前、めっちゃお前スーパー地元やんけみたいな、お前そこ走んのかいみたいな、お前元ブログちゃうわそれみたいな感じですけどね、この辺に住んでる方からしたら。今日はあれですよね、3連休の、最終日ということなんで、どっかに、行ってるんじゃないかというふうに、まあ、思われてる方ももしかしたらおるかもしれませんけども、どっかに行ってるわけではないんですね、3連休残念ながら。ちなみにここは統計神社って言って、ちょっと世界遺産があるところですね。はい、この横に統計神社っていう世界遺産があります。はい、ぜひ来てみてください。そうやね、一つまたもう一つあって、ご報告がね、このレバーなんですけど、ユーカナヤって言うんですか、名前ちょっと忘れてしまいましたけど、ユーカナヤ、ニューカナヤ、なんか そこのメーカーのなんていうやろ、車外のレバーに変えてブレーキとクラッチ両方ね、まあ変えてみましたというだけの話なんですけども、なんかこれやっぱすげえ違和感ありますね。このなんかなんてやろう、なんかここがね、純正のやつは丸なんですよ。丸っていうかなんか楕円形みたいな感じになってて、でなんかこう触り良い感じだったんですけど、なんかこうカクカクしてめちゃくちゃこうなんてやろう、なんほんまにすごい違和感があるんですよねこれ。なんかかっこいいのはかっこいいんですけど、なんかこのちょっとレバーもなんか若干太くなって、厚みがね、高さと厚みが太くなってやれにくいかって言われたら、まあ、そうでもないんやけど、調節できるしねこれ、前こう引っ張って変えたらね調節もできるんで、まあまあまあその自分のね好みの位置にこうレバーを持ってきたりすることができるんで、まあまあ非常に、便利っちゃ便利なんですけども、わあ何これ、シートベルト違反を取り調べてるわけやな、この3連休の一番おいしい時に。あれ、片側交互通行ね、なるほど、止まってくださいと。はい、わかりました。前から車来てないですけども、あ、はい、行ってええんかい。ダート体験、よし、もうこれでバイクのダート部分はもう制覇しましたね。この辺通ったかな、なんか前の白浜の花火大会来る動画かなんかで通りましたけども、通ったような気がしません。ああ、ここ通行止めだったな、そういや、人は全然いないね。あーでもちらほらって感じかな。ちょっと寒いんやな、めちゃくちゃ今、ちょっとどころじゃないの、ちょっとの騒ぎじゃない、めちゃくちゃ寒いんや今。どうぞ行ってください、オデッセイのお兄さん、オデッセイのパリピ、パリピではないな。よし、まあということなんで白浜でしたって感じやな。はい、ちょっとシーズン終わりなんでね、夏休みとか来たら、このなんていうの、今の下ってきた坂からもうパラソルがね、もう色鮮やかにこの白い砂浜を、なんていう、白い砂浜と鮮やかなパラソルのコントラストみたいな感じで、めっちゃ綺麗なんですけども、まあまた来年という感じですかね。リニューアルオープンやって、何それ、何やろう、ローソンプレミアムみたいな感じになるんですかね。ローソンプレミアムってやばいな、何をほんまにコンビニエンスストアにもプレミアムを求めるなんて感じだけど、やばいやばい、観光、おお、やばいやばい、怖い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 、やばい、京都ナンバー怖いわほんまに。運転の仕方から俺はもうどこナンバーかさした、今途中から。それぐらいね、京都ナンバーのキャラクタリスティックが半端じゃないですけども、うわやばい、幻の7速探してた。なんか最近バイクのこのエンジンの高鳴りというか、なんというかね、まだいけるやろみたいな、今めっちゃ幻の7速探して2回もクラッチつなぎ直したわ、また7速探してた、やばいやばい。てかもうずっと動画撮りっぱなしで喋れてんな、もう俺このまま上げようかな、なんか編集めんどくさいわ、このなんか俺アホやからさ、考えてないねん会話、何で喋ろうかなっていうの。だからね、なんかコロッコロコロッコロ話があるから、なんか波長があんねんやな動画。例えばまあ ABC っていうのがあって、
まあ A の後にカッコ A があって、その後にカッコ AB みたいなのがあって、その次 B に行くというような話し方やったらいいんやけど、僕の場合ね A 行って次もう Z 行くみたいな感じの喋り方してるからさ、切ったあの喋り方がね、そんなでなんか動画切ったらもう A からなアルファに行ってるみたいな、もうわけわからんことになってるんで、だからちょっと今回の動画は20〜30分こう喋り通してますけども、あのこのまま上げるかもしれないですね、はい、編集がもうめんどくさいんで。俺今無意識に指示器出してた、すげえ天才ちゃう、左指示器、お天才や。あのね、こうやってこうやってどんどん、あやばい、えパンダクロッシュや、パンダクロッシュ、おーやばい、最後に見えると思わんかった、おーいいね、パンダクロッシュしてますこれ。あの JR 西日本がもう画期的な電車なんですけども、アドベンチャーワールドとあの JR 西日本がタイアップして、でもう電車でお絵かきしちゃいましょうというあの企画がございましてですね、その電車があのあれハワード、あハワードじゃなくて、あのなんていうの、紀勢線と阪和線を通ってるあのあれ、特急クロシオのパンダクロシオっていうモデルになるんですけども、あれね皆さんよろしいですか、今からよろしいですか、 あれ1本しかないんですよ、特急は、30本か40本ぐらいあるんやけど、あの車両は1本しかないの、だからねあれが見えるってことは相当珍しいからね、いやめっちゃ興奮してるけど、あれが見えるのは相当珍しい。ちなみに僕はあの特急めっちゃ使うけど、クロシオね、パンダクロシオには当たったことないですね今まで。分からん、おい指示器出っぱなし、まだ、ね、幻の長さとか探そうとしちゃった。いいですね、なかなかこのこことここと合っていい感じですね、レバーが赤っていうのは。うん、なるほどって感じだな、この青にこう赤を攻めるっていうのはね、なかなかいいと思います、斬新やと思いますけども、前後にめっちゃ動くからさ、なんてやろう、こう坂道とかブレーキかけた、ブレーキはないけどこの段差とか踏んだりしたらなんかこうバコッとまた前に寄ってくるの、だからそれがね今ちょっと、うん、不快感があるね、これちょっと7時間高知に帰る7時間耐えれるかなって感じだ、高知7時間遠いよな、ほんま今考えたら遠い、おいよし、いやだ、やば笑ってたぜ今めっちゃクールに笑ってたな、いやしかし高知7時間は遠いですね、はい、あー何が遠いんやろね、うわー向こうから出てた、向こうから出てた今、いやーいいね、ここ国道42号やけど出てきてくれる人はおるね、この辺はねやっぱりあれやね、なんかバインディングしてる人とかも多いと思うし、なんていう、野営の変動率は多分高いと思う、ちょっと高速体験もしたかんとね、風で後ろぶっ飛んでいくかもしれないんで、風で後ろぶっ飛んでたらやばいと思うけど、どんな耐久性ですかって感じ、いやでも寒いな、高速走れるかいね、寒いわ、めっちゃいい音やんこれ、おお分かるこの音、いやーいい音やね、あいい音いい音、でもめっちゃちっちゃいと思うけどな、でもいい音はいい音やけど、なんかねちっちゃい気がする俺、音がめっちゃ、まあということなんで皆さん次回お会いしましょう、またあの小屋さん行くかもしれないという動画を、小屋さん行く動画を撮りますかもしれませんので、撮りますかもしれません、はい、撮りますかもしれませんので、お楽しみにしておいてください、なんか僕はちょっと滑舌が悪いのかな、なんかこのヘルメットをかぶってたら、なんかこのなんていうの、この肌じゃなくて頬の筋肉が抑えられてなんか舌が思うより動かないんで喋りづらくなるんですけども、ちょっとまた噛まないような練習もしておきたいと思います、はい、ということなんで、また次回お会いしましょう、それではバイバーイ。